どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは浜尾志郎夢の殺人です えー、浜尾四郎はですね1896年生まれ1935年没の日本の検事弁護士探偵小説家司石貴族院議員だそうですなんだか肩書きがかなり渋滞しているような感じなんですけれどももともとですね東京帝国大学法学部を卒業して検事をやっていたみたいなんですねでその時にあの小堺富牧という作家がですね えー「新青年」という雑誌に浜尾が非常な秀才でかつて帝大の総長だった浜尾新これお父さんです、ね、の養子師で試石にして賢治でしかも探偵小説について深い造形と関心を持っているとして何か書いてもらったらどうかっていう推薦をしたらしいんですねであの横溝正史という作家が、えー、浜尾四郎のところに行って でお願いして書いてもらったという経緯があったようですねなんだか多彩な方だったんだなというふうに感じますそんな色い々ろいろやっていた中の一つこの探偵小説家なんですけれどももちろん作品としてもとても面白いものになっておりますのでどうぞお楽しみくださいそれでは改めまして本日朗読していくのは浜尾志郎作夢の殺人ですそれでは本編をどうぞ 浜四郎夢の殺人どうしたってこのままでは置けないいっそやっつけちまおうか浅草公園のひょうたん池のほとりを歩きながら藤次郎は独り言を言ったしかしこれは胸の内のむしゃくしゃを思わず口に出しただけで 別段やっつけることをはっきり考えたわけではなかったただ洋之助という男の存在の絶えなき呪わしさと昨夜の出来事が王とを催しそうに不快に今さら思い起こされたのである桃次郎が新宿のレストラン N 邸にコックとして住み込んだのは今から約1年ほど前だった 彼は23歳の今日までほとんど遊興の味を知らない実際彼はこういうところにこういう務めをしているには珍しい青年である彼の楽しみは読書だったことに学問かそうでなければ収容の本を暇さえあればむさぼり読んだレストラン N テのコック藤次郎はいつかは人角の弁護士になって 剣がの弁護法廷で振るうつもりでいた。とより彼には学校に通う余裕はない従って独学をしなければならなかった彼はかなり以前からバツバツ大学の講義力をとって法律の勉強をしていたのであるこういう真面目な青年のことだから主人の信用の甚だ熱いのは無論であるそれゆえ一定の高級日でない今日 彼が一日の暇をもらって浅草公園を歩いているのは大して不思議な事件ではないのだけれども遊興もしなければ大酒も飲まぬ藤次郎が真剣の恋を感じ始めたのはまた決して不思議なことではない彼も人間であるしかもまだ裏若い青年であるその恋の相手は やはり同じレストランに8ヶ月ほど前から勤めている美代子という若い女だった美代子は N 帝に来るまでかなり多くの店を回ってきたしかし藤次郎のような真面目な有望なコックにはまだどこでも会ったことがなかった藤次郎は美代子が N 帝に来てから間もなくひそかに恋し始めたそうしてだんだん彼女を思い詰めていった けれども彼が彼女にはっきりと心の中を打ち明けるまでには相当の時がかかった無論誰しもこういう気持ちをそうたやすく言い出せるものではないしかし真面目で一本気な彼の場合には特に愛の発表は難事であったやっとの思いで恋を打ち明けた時藤次郎は「こんなことならもっと早く言うんだった」と感じた。 それほど美代子は簡単にしかもはっきりと彼にとって甚ははだありがたい返事をしてくれたのである彼は有頂天になった彼女と同じ家にいることがもったいないような気がしてきた彼はちょっとの好きにでも彼女と語っていたかった彼はもちろん主人や他の女給などのいない時をねらって美代子と語ったけれど彼女の方は っっぴらだった。他人がいてもはっきりと彼に好意を見せてくれたこれがまた藤次郎にとってはひどくうれしくもあり恥ずかしくもあったこうやって2か月ほどは夢のようにたってしまったただ最後のものだけが残っていたのであるだがこれは藤次郎に最後の一線を越す勇気がなかったのではない 少なくなも彼自身は考えていた機会がなかったのである機械さえあれば美代子は完全に彼のものとなっていたろう彼はただ機会を待っていたのだところが今から半年ほど前に彼にとって容易ならぬことが起こったすなわち洋之助の出現がそれであった 洋之助は N 帝の主人の遠い親戚のものであるが今度店の手伝いとして田舎から出てきたのだった彼は真面目さにおいても有望さにおいてもほとんど藤次郎と匹敵したしかしその要望において藤次郎とは全く比較にならぬほど優れていたのである藤次郎は決して立派な顔の持ち主ではなかった 実を言うと彼が美代子に対して恋を打ち明けるのに一番引け目を感じていたのは自分の顔であったどうひいき目に見ても彼を美男とは言えない非常な部男ではなかったけれど決して美しくはなかったこれに反し洋之助は水準をまさに抜け出た美青年である濃い繭高い筋の通った しかしながら鋭くないなだらかな線を持った格好のよい花それにそれまで田舎の日の下にいたとは思われぬその皮膚の白さそして豊かな双峡これらがよって洋之助の顔を形づくっているのである洋之助は藤次郎よりは2つ年下だっただからもし藤次郎が洋之助の美貌に対して 甚だははしく心を動かしたとしても少しも無理はないのだが不幸にして事実はそういう方向に向かっては発展しなかったいいな藤次郎はこの美青年を初めて見た時にすでにある不安を感じたのであるこの感じは果たして事実となって現れた洋之助の美貌は どうせの心を動かすより何より異性の美代子の心を動かしてしまった彼が N 帝に来てから23日のうちにすでに藤次郎は美代子が洋之助にちやほやするのを見なければならなかったただそれだけならばまだいい美代子は今までの態度を全然変えてしまった藤次郎は彼女から見向きもせられなくなってきたのである むろん彼は反問した少女したそしてその苦しみの中にあって彼は頼りにならぬものをひたすらに頼ったそれは洋之助がまだ若くてうぶだということと彼が非常に真面目な青年だということだった藤次郎の頼みはたちまち裏切られた洋之助が まだ若く、うぶで真面目であることがなおいけなかった。生まれて初めて都会の美人に惚れられた」と少なくともようのすけととうじろうは考えたが、ようのすけは間もなく彼女の美態に陥って、彼の方からもかなり積極的な態度に出始めてきたのである。こうやってとうじろうにとっては悩みのいくつきかが過ぎた。 もちろん彼はあらゆる手段で美代子の気持ちを自分の方に引っ張ろうとしたけれどもそれはけれど彼は自分の心持ちとかつて自分に対して取っていた美代子の態度から押してまさか彼らが完全に許し合っているとは信じなかったまた信じたくもなかったしかるにこの彼の考えを 根底からう今から約1週間ほど前のある夜中だったいつもは昼の労働に全く疲れて読書は近頃は到底やれるものではなかったが死人のように熟睡する藤次郎はその夜2時頃に突然の腹痛で目が覚めた。彼は、 しばらく半眠半省の状態で症状に苦しんでいたがはっきり目が覚めると慌てて川谷に飛び込んだこういう場合誰でも比較的長く川谷にいるものである彼はようやく苦しみが収まったのでまず一安心して出ようとしたするとその時2階から階段をそっと降りてくる足音が聞こえたそうして全く降りきると 彼のいる川屋のそばを人が通る音がして、やがて彼の寝ている部屋の障子を閉める音がした。このとき藤次郎は初めて、さっき彼が目を覚ましたときいつもそばに眠っている洋之助が床の中にいなかったことを思い出した。藤次郎が部屋に戻って寝床に入ると、洋之助はちゃんとそこに眠っている。 次郎はややおさまった腹をなでながら考えた初めは「やつまた寝ぼけやがったな」と感じた今彼のそばに美しい寝顔を見せている青年には不幸な病気があったそれは「無勇病である」かつて国元にいた時夜中に巻き雑報を持って突然「 そばに寝ていた父親を殴ったことがあった。起こされてから、彼は何も知らなかった。なんでもその夜に地方を回ってきたある劇団の見劇を見たのだそうだ。むろんそれまでにも彼が寝ぼけるのはしばしばだったが、今までそんな激しい例はなかったので、それ以来家では大いに警戒して、彼の寝る部屋には。 危険なものは一切置かぬことに決めた N 帝に来た時もそのことはかねてから主人に聞かされていたが藤次郎が洋之助の無勇病の状態を見たのはまだ1回しかなかった夜中に水道を激しく出す音があまり長くやまなかったので主人が出てくると洋之助が足を洗っているまねをしていた激しく殴って目を覚まさせたところ 彼は全く寝ぼけて水を出していたのだった藤次郎はそのありさまを見ていたそして主人と一緒になって彼を殴ったのだった藤次郎はその時のことを床の中で思い出したのであるしかし次の瞬間にまた誰かが上から降りてくる足音を聞いたその足音は川屋の辺りで止まり ガタンと川屋の戸を開ける音が耳に入った時藤次郎は急に妙なことを想像した再び戸が開く音がしてそのまま2階に戻るかと思っているとそれがずっと藤次郎の寝ている部屋の前まで来たそしてしばらく静かになった外の人は 中の様子を伺っっているようだった。藤次郎はちらりと洋之助の方を見た洋之助は彼に背中を向けているが眠っているらしいすると突然障子の外から「洋ちゃん洋ちゃん?ちゃん」と囁くような声が聞こえた藤次郎はハッと思ったそれは美代子の声だった しかし洋之助は身動きもしないすると外で「洋ちゃんてばもう寝ちゃったの?」という声が聞こえたかと思うとそこを離れる気配がして足音はスーっとそのまま2階に上がってしまったまだしくしく痛む腹を押さえながら藤次郎はしばらく天井を見ていたやがて の,助の方を向いて「君君」君と呼びかけたけれど洋之助はこの時真に眠っていたのかどうだったかともかく全く知らん顔をして目をつぶっていたもしこの時洋之助が藤次郎に対して返事をするかまたは藤次郎が彼を揺り起こすかして当然2人の間にある会話が取り交わされたならば あるいは2人の中の1人が命を失うようなことにはならなくて済んだかもしれないしかしとうとう洋之助は目を沸かず藤次郎もそれ以上彼を起こそうとはしなかった翌日藤次郎は復讐と称して終日寝た彼は 腹よりも胸が苦しかったのであるすべてはめちゃめちゃになったように思えたそれでもいまだ彼はもしやと考えた藤次郎にとっては同じ屋根の下にいてしかももう一人の女給と同じ部屋に寝ている美代子のところへ洋之助が忍びいるということはちょっと考えられなかったのだそれから彼は どうかして事実を突き止めようと決心した。しかし、その後何事もなかった。もっとも藤次郎は決心はしながらも、じきに深い眠りに陥ってしまうのが常だったが、ところが、夕べの出来事は、もうどうにも何とも言いようがなかったのである。彼は真夜中頃に突然目が覚めた。パチンと、 誰かが彼の頭の上にいつもついている12色の電気を消したのである明るい部屋が突然暗くなったのでかえって彼は目を覚ましたのかもしれなかったその時その闇の中ではっきり彼が聞いたのは洋之助が「なにかっぱさん豚のように眠ってるよ」という声と ほか他の人間がくすりと笑う声であった秋の日陰はうららかにさしている藤次郎は燃えるような胸の炎を抱きながら浅草公園の池の辺りを歩いている何ともかとも言いようがないそれにわざわざ虫も殺さぬような顔をした洋之助が あんなずうずうしいことを言ったりしたりするとは思わなかった女も女だが男も男だやつは全く食わせ者だったのだ嫌に真面目らしくおとなしく振る舞っていたのは女を引っ掛ける手段に過ぎなかったのだ田舎にいる頃あれでは何をしていたか分かったものじゃないこう考えた時藤次郎は かで,でも踏みつけたような気持ちに襲われたけさ国から来た友達を連れて東京見物をさせてやるからといういい加減な口実を設けて一日の暇をもらった時主人にいっそ昨夜のことを告げてやろうかとも考えたしかしそれは自分にとってあまりいい結果をもたらさないかもしれない他の方法で洋之助が存在しないことになれば あるるいいは局面が一転するかもしれないと思って彼は何も言わなかったのだ昨夜ほとんど眠れなかったために一日サボろうと思った彼は秋の一日を草原の中で寝て暮らそうかとも考えたが結局いつもの慰安所たる公園に来てしまった彼はどこかの映画館に入るつもりなのである朝飯を空気がしなかったので食べずに出てきたせいか 妙に空腹を感じてきた。しかしわざわざ飯屋に入る気もしなかった藤次郎は池の角のところに出ていたゆで卵屋のところで4つばかり卵を買うとそれをそのまま懐に入れた彼は映画を見ながらこれを食べるつもりなのである卵を買ってぶらぶら歩いていくと人だかりがしていた見ると人力車を立てかけてその上にけさ衣をつけた創業の人が 一生懸命に何か言っている。彼はふと足を止めてその話を聞いた何か宗教の話ではないかと思ったのだところが突然そのお坊さんはしかるに現内閣は」と言い出した藤次郎はなんとなく興味を失ってその先にあった群衆の方に歩みを移した彼は今どんな話にも興味が持てない ししかしどんな話にでも興味を持とうと努めているのであるその一つ先の群衆の中心には格望をかぶった大学生風の男が手に一冊の本を携えてしきりにしゃべっているいなとなっている諸君はおそらくそんなことはめったにあるものではないと言うだろうと思うから愚かなんである君らは 法律を医者の薬と同じに考えているから困る。薬は病気にかかって始めているものだ。しかるに法律はそうではない。君らが一時たりとも法律を離れては存在しえない。例えば君らは、王家に渡した敷金になるものは、いかなる性質のものか知っているか。よろしい。これはあるいは知っている方もあろう。ところで、 君らの中には王やもいるだろうその人々はその敷金を消費することが果たしてどの程度正しいか知っているか今日君らは電車でまたはバスでいやあるいは円卓でここへ来たろう電車に乗って切符を買うことはどういうことか知っているか大学生と見える男は法律の話をしている藤次郎は 法律なら俺にはわかるぞとその男の話を聞き始めたそもそも電車の切符は片道7 0なりの受け取りであるかそれとも電車に乗る権利を与えたことを認めた一つの印であるかこれが君らに判然とわかるか本書第128ページに大森院の下したところの判例がある。 ちゃんとその点は判例をもって説明してやる円卓で来た諸君に問う君らはもし途中で円卓が動かなくなったらどうする立ちの悪い運転手は新宿からここまで乗せるのを嫌がって本郷辺りで故障だからといって君らを降ろしてしまうこの間もそういう目に遭った人が僕のところへ相談に来た僕は直ちに 本書第301ページを開いてみせた。ほら、ここに明らかに記してある。核のごとく法律知識は必要なものであるにかかわらず、多くの人はほとんどその必要を感じていないとは、実に返すべからざる事実である。法律を知らずして世を渡らんとするとは、闇夜に灯火しなくして山道を歩くようなものではないか。しかし諸君、 君らは言うだろう。それは民法についてのみ言うべきことである。刑法などの知識は正しい人にとっては必要はないと。だから困るんだよ。いくら正しい人にでも、その知識は絶対に必要なのだ。例を挙げてみようか。仮に諸君の中にキング類がいてあ。いや、これは失敬。諸君の中には無論いない。 いなければこそ、こうやって僕の言うことを成長していられるわけだが、だが諸君、世にバカと気狂いくらい恐ろしいものはない。今ここで僕がこうやって話をしているとき、突如気狂いが刀を抜いて切りつけてきたらどうするか逃れ得れば問題はない。その間がないのだ。やつを殴るか、斬られるかという場合だ。 分かりきっていいるじゃなむろん殴ればいいと君らは言うだろう。よろしい。しかし、殴り殺してもいいかねよろしいかここでちょっと考えてもらいたいのは、相手がキング類だというところだ。わが国の法律はもちろん、大抵の国ではキング類には刑事責任を負わしてはおらん。キング類が人を殺したとて、無罪になるに決まっとる。 その気狂いの行為に対して正当防衛が成立するかどうかという問題なのだそれ刑法にはただ「旧薄不正の侵害」と書いてあるのみで一向詳しいことは書いていないこれについては対価の説がいろいろあるしかし大体において積極説に一致している君らもあるいは結論においては同じ考えかもしらんが その理由を知っているか。さらに例を変えてもし狂犬が現れたらどうするもろん君らはこれをぶち殺すだろうその際これは正当防衛と言えるかそもそも動物に対してここまで聞いてきた時藤次郎は右側の男にちょっと疲れたように感じた妙な気がして右のたもとに手を突っ込んでみると さっき買った敷島の袋が見えない慌てて首からひもをつけて帯の間に挟んであるガマ口に手をやると確かにあるので安心したがもう右側の男はどこかに行ってしまったたばこ一袋だがすられた感じはひどく嫌なものだった彼は大道の法律家をそのままそこに残してぐるりと法を巡らしたそうして市販を回って 館バツバツという映画館に入っってしまった彼が席に腰を下ろして卵をむしゃむしゃやり始めた時映写されていたのは外国の喜劇であった朝から不愉快な思いに悩み続けていた彼はようやくそのスピードの速い写真を見て胸の悩みを一時忘れることができたそしてそれが終わって次の映画が始まる頃は彼は全く夢中になってそれに見入っていた それは、一種の犯罪映画であった。ある悪人の学者が説明者はそれを「博士博士」と言っていた財産を横領せんがためになんとかいう伯爵夫人を殺そうとするのである伯爵夫人と言っても舞台がフランスだから伯爵の妻ではなく夫はないのだそしてその女が死ねばどうして博士に財産が転がり込むことになっているのだか その辺ははよく次郎にかからなかった。しかしそんなことはどうでもいいこの映画の中で面白いのはその博士が伯爵夫人を殺す方法で彼は自身で手を下さないここにある美青年が現れるが博士はその男に催眠術をかける男はその暗示に従ってある夜中夢中のうちに 恋人伯爵夫人を殺してしまう時計が大写しになるまさに2時5分前その夜の2時頃であります彼はガバッと羽を起きました彼は夢中のまま伯爵夫人の部屋へと進むのでありますドアの鍵穴より伺い見れば説明者の説明に連れて映画はクライマックスに達する 夢の中で自分の部屋から出かけていくところをその青年に扮した役者は非常に巧みに演じた彼は説明者の言うところとちょっと違って伯爵夫人の寝室の戸をコツコツと叩く婦人は恋人の声を聞いて戸を開くと男が不意に飛びかかって絞殺するこの辺りは極めてスリリングであった藤次郎は 空ににななった卵の袋を握りしめながら映画に見入ったこれから名探偵の活躍となりついに博士が本当の犯人であることがわかる博士はいよいよ追跡急なるを知るや自動車を飛ばせて逃げ出す結局は逃げ場がなくなって自殺をしてしまい青年は許されておまけに百万長者となるという後半は全くくだらないものだった。 が藤次郎は息もつかずにこの映画を見終わった彼がバツバツ感を出たのはもう夜になってからであるいつもなら他の館に入る彼は何を持ったか田原町まで歩いて電車に乗った藤次郎は切符を切ってもらう時にそれが法律上いかなる意味を持っているかというようなことは考えなかった彼の頭の中には さっき見た映画が浮かんでいたことに青年が一人ひそかに部屋から忍び出るところが残っていた電車が四谷見附を走っていた頃に彼の脳中を駆け回っていたものは全く他のことだったキングルインが刀を抜いいててきたらどうする殴り殺しても構わないかというあの大道法律家の言葉が また頭にしばしば浮かんできたその夜彼は帰るとかねて取っていた抗議録を盛んに引っ張り出して何かしきりに読みふけっていた夜更けまでその抗議録の中の数行が目にちらついて消えなかったそれは次の文字である「正当防衛は不正の侵害に対することを必要とする」 しかして不正とはその侵害が法律上許容せられぬものであることを意味する故に客観的に不正であればそれで足りる責任無能者の行為範囲過失なき行為に対しても正当防衛は成立する次の日から東次郎は たくのにし彼が前の日やっつけちまおうと言った時は何らの用意はなかったしかしもはや犯罪の種は彼の頭の中で芽を出し始めたのであった藤次郎が真面目であること堅いことが彼をして犯罪にたらしめないとは不幸にして言いえない。 彼が法律を多少知っていることが、彼をして決して犯罪をさせないとはなお言えないそして一番不幸なことは洋之助さえいなくなれば美代子が再び彼に好意を見せるだろうという極めて単純ないわば無邪気な考えを藤次郎がどうしても捨てえないということである。 いかにして洋之助を殺すかいかにして法の制裁を逃れるかこれ以外のことは問題ではなかったこの2つにさえ成功すれば美代子に対する恋も当然成功するように考えられた偶然が彼に不思議な暗示を与えた彼の知っている限りにおいては責任無能力なる者の,の行為に対しても 正当防衛が成立するしかして彼の知る限りにおいて「洋之助はひどい無遊病である」「無遊病患者が夢中で犯罪を犯すことは無論あり得る」「現に犯す様を彼はスクリーンの上でもまざまざと見ている」「もっともこれは無遊病とは少し違うけれども」「藤次郎が彼の法律知識と映画の印象とを これより行わんとする犯罪にいかに連絡せしめんとするか読者はすでに推察せられたことと思う。彼は数日の後ある計画を頭の中で完成した1週間ほど過ぎたある日の夕方藤次郎は再び浅草に現れたこの時は洋之助も一緒である。 の助の休み日なので藤次郎は主人に嘘を言って自分も夕方から出たのだった彼は洋之助を浅草までうまく連れ出したこれからは全てかねての計画どおりにやらなければならない2人は人通りの多い池のそばに立ったがふと藤次郎はある露店の前に立ち止まったそこには白さやの担当がたくさん並べられている 次郎はそのうちの一つを買い求めたねえ君これは相当切れそうだね実はこないだ東京にちょっと来て間もなくまた帰った国の友達がねご親用に一ついい担当が欲しいって言ってきたんだよ明日あたり送ってやろうと思うがどうだいちょっと持ち具合は藤次郎はこう言って洋之助にその担当を手渡してみた 之助は案外これに興味を持っているらしく中身を見ながら「うんこれはなかなかいい人でも獣でもこれならひ月きだ」と答えた藤次郎はもう一軒の店で割に大きな鉄の分鎮を求めたこれも友達に頼まれたことにした彼の計画によればこの分鎮こそ 殺人に用いられるる。べきものなのなである映画館のスチールを見ながら藤次郎はできるだけ殺伐な光景を探し回ったそしてとうとうある日本物ばかり映写されるまるまる館に洋之助を連れ込んだのである彼の見立ては確かに成功した映し出される映画はほとんど皆剣劇だったことに ある有名な映画俳優が主役になっている映画には殺人卿とさえ思われる人物が活躍したその人物は全巻を通じて何十人という人間を斬り殺したり突き殺したりした刀がぎらりとひらめいて斬り手の殺伐な表情が大写しになるびごとに藤次郎は洋之助の横顔をちらりと見た洋之助は 夢中でスクリーンの殺人に見入った。もっと殺せもっと綺麗」と藤次郎は心の中で叫んだ洋之助もあるいはそう思っているのではなかろうかそう推察されてもいいほど彼はまた熱心な観客の一人であった彼らが N 帝に戻ったのはその夜の11時頃だった 藤次郎の計画を説明するのは読者にとってはあるいは煩わしいことかもしれないしかしここに一応それを明瞭にしておく藤次郎は正当防衛に釈放して洋之助を殺そうとするのだ洋之助がこれまで無遊病の発作に襲われたことは多くの人々が知っているところである現に N 邸における洋之助の部屋には危険なものは一切置いてはいないしかも来てから半年しかならない間に彼はしばしば夢中友好をしているそのうち1回は現に彼が見ているだからその夜仮に洋之助が発作に襲われたとしても決して不思議はないそうして夢中でそばに寝ている藤次郎に切ってかかったとしても 必ずしもそれはありえないことではないただ従来切ってかかるようなものが置いてないそれゆえ藤次郎は一振りの担当を求めたのである料理場に置いてある包丁のようなものはいつも見慣れているからおそらく洋之助に深い印象を与えまいそれゆえ藤次郎はわざわざ担当を買ったそして洋之助にはっきりと印象を与えるために たたたた見せせりり持たせたりしたさらにその夜発作を起こす金銀として殺伐な映画を十分に見せた洋之助は非常な熱心さを持ってこれを見た医者でない伊藤次郎にはこれ以上の手段は思いつかなかったそしてこれで十分だと信じたのである彼が何故に担当を求めたかという理由は 一応陽之助に説明がしてあもとよりでたらめである国の友人なるものを調べられればすぐにばれる嘘であるしかし彼はその嘘を洋之助一人にしか語っていない洋之助が殺されてしまえば彼は調べられる時何とでも他にでたらめの理由を言えばいいわけであるそして文鎮を求めた理由も それと同様なのだ2人が映画館で見劇を見たことを立証するために彼は2枚のプロを大切に持って帰ってきたそして彼らが確かにその夜映画館にいたことをできるだけはっきり証拠立てるために彼は数本の見劇映画の場面とかストーリーを十分に覚えてきたさらにどの映画がいつに始まったかどれが何時に終わったかということまで時計を見て調べてきた この最後の小細工は実は甚だ切裂であることは読者は直ちに理解せられるだろう彼は寝るときわざと担当をそばの戸棚に入れて戸を開け離しておくつもりであるもちろんこれは洋之助に十分見ていられなければならぬ深夜おそらくは2時ごろ彼は起きるそうして担当を取り出す次に 喉の辺りを軽く2か所ほど切るそれから柄のところをすっかり拭いてこれはもちろん自分が最後の使用者になることを見破られぬためであるそばに寝ている洋之助の右手に握らせる桃次郎は洋之助が左利きでないことを知っているこれは全然眠っているところをやらないでゆすぶり起こして の助が寝ぼけ眼でいる時の方がかえってうまくいくであろうそうして洋之助が握った時木を失わず鉄の文鎮で一撃にその眉間を割るのだ勝負は一瞬の間洋之助は直ちに死ぬに決まっている続いて彼はいかにも争っているような悲鳴を上げる 陽の助の死体の位置を適宜のところに置くかくて彼は完全に殺人を行うことができ処罰を免るるを得るのだ彼の申し立てはすこぶる簡単に行くはずである彼は係官に対し次のごとく言うつもりである私は夜中になんだか喉にひやりとしたものを感じました続いて 刺すような痛みを覚えましたのでハッと思って目を開くと洋之助が悪魔のようなうをして白い光るものを持って私に馬乗りになっています部屋には電気がついていますからはっきり分かります私は次の瞬間に殺されると思いました 体は抑さえられて動けませぬ。もちろん逃げる暇はありませぬ。思わず右手を伸ばすと手に何か硬いものが触ったので夢中で洋之助の顔を殴りつけますと彼は「あっ」と言って倒れました。私はそれですぐ人々を呼んだのであります。 んじが果たしてこの言を信じるだろうかむろん信じないわけはないあとは主人その他が洋之助の平素について述べてくれるであろう実にすばらしい企てであると藤次郎は考えたそうして思わず微笑したいよいよ真につく時が来た藤次郎は予定どおり 担当を洋之助の目の前で戸棚にしまったあとはもう寝るばかりである洋之助は美しい横顔を見せてすぐに眠りに落ちたらしい藤次郎はつくづくとその顔に見入った自然が男性の肉体に与えた美しい匠であるしかし藤次郎には同性の美しさに好意を持つことは断じてできなかった彼はいまさら 之助の顔を呪った11時半になり1時ごろになった時はまさに真夜中ごろになろうとしているしかしまだなんとなく辺りが落ち着かぬようだ藤次郎は健康な肉体が必然に伴ってくる激しい睡魔と戦わなければならなかった彼は初めあまりに緊張したせいか2時ごろに至って まますます畑だしく疲れ始めた藤次郎はいつともなしにトロトロしかかったと彼は不思議な夢に襲われ始めた洋之助がいつの間にか立っている見るとその片手にはきらりとひらめくものを持っているあっという間に洋之助が 彼のそばに寄ってきた次の瞬間に洋之助の顔が映画の大写しのように彼の顔の前に迫った途端に彼は喉のところにひやりと冷たいものが触れたと感じた彼は叫ぼうとした「夢ではない」とピリッとした刹那例えようのない焼けるような痛みを喉の周りに感じると同時に藤次郎の意識は「 永遠に失われてしまったのである洋之助はその夜のうちに捕獲された彼はしかし警察官に対して「全然自分には藤次郎を殺した覚えはない」と主張した検事の前においても無論その主張を維持した彼はもし彼が藤次郎を殺したとすればそれは全く 睡眠中の行動である自分は今まで無遊病の発作にしばしば襲われたことがあることに国にいた頃には父親の頭を巻き雑報で殴りつけたこともあったと述べた N 邸の主人はその主張を裏書きした用いた担当とそばにあった文人とはしかし N 邸の主人の知らぬものであったのみならず かかる危険なものはあの部屋にはなかったと思う」と主人は述べたけれども浅草の商人たちは洋之助にとって幸いにも売った相手を覚えていた担当も文鎮もその前夜洋之助と一緒に来た男に売ったことをはっきりと述べたそうして被害者の写真を見るに及んで2人の商人は買い手を確認した 狂気の出どころ買い手及びそれがその場にあった理由は明らかにされた洋之助が被害者とその前夜映画を見たことは洋之助の詳しい陳述そのほかプロ等によって認められたしかも十分に殺伐な映画を見たことが明らかになった洋之助は「藤次郎がもしその予定の犯罪をやったならば述べたであろうくらいに」 詳細にその夜見た映画について陳述を成したのであった。むろん、彼の犯行当時の精神状態は専門家の鑑定に伏せられた。その結果は、陽之助の陳述の通り、彼の殺人は全く無意識行動なることを推定せらるるに至った。余震判事は、 事件を後半に移すべきものにあらずと認めた。養之助はついに釈放せられたのである。事件はただこれだけである。しかし果たして養之助は無遊病のほそさで藤次郎を殺したのであろうか。それ以外には考えることはできぬだろうか。 鑑定は無論慎重にされたであろう。けれどそれは絶対に真実をつかみ得るものだろうか、謝ることはないだろうか、また、仮にこれを殺人事件とすると、検事も判事もその動機を説明することが非常に困難だったに違いない。彼らは法律家であり、 主直の職にあるが故にこの場合殺人の動機を求めてそして説明しなければならない医者でもなくまた法律家でもない人々は必ずしもこの鑑定を絶対に信頼する必要もなくまた動機を確実に証明する必要もない洋之助は。 たくいううににろろをしののだだか。かれは認められないだろうか例えば仮に洋之助が「いやこれ以上は読者の自由な想像に任せておく方が正しいかもしれない」。